はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学 2B の全化式丸8をお送りします。で、やっとですね、全化式やっとこれで終わりなんですけど、で、最後はですね、一般項を求めるっていうタイプなんですが、こういうね、変わった AN プラス BN みたいな、こういった一般項を出したり、まあ、最後は求めるんですけど、まあ、このタイプの問題をやっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？じゃあ、早速ね、まず1番から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ、これはね、もうこれ、こういう形が、まあ、ここにね、3とか2がつくこともありますけど、AN プラス 2BN みたいな。ただ、まあ、わかりやすいです。この一般項を出してからこっちを出すみたいな、こういう流れなんですけど、で、最初に与えられているのが A1 と B1 が与えられています。それぞれの初項。で、等式が2つ。まあ、AN プラス1から始まっているのと BN プラス1から始まっているのが出てくると。で、こっから AN プラス BN っていうこれの一般項を出します。いいかな？で、何するかっていうと、与えられている等式を使って足したり引いたりしても式を作ればいいんです。もうそれだけなんです、今回。で、結論から言えば、まずこっちを出すためには、これ両辺足します、2つ。で、今回ね、ちょっと場所がね、左がちょっと怪しいので、口で説明しちゃうんですけど、ここの両辺を足すと、まず左辺です。こことここ足してるから、AN プラス1、BN プラス1になるでしょ？こうやって。で、右辺足すと、AN が 4AN になるよね。で、こっちも 4BN になるんだよ。足すとね。だから、4でくくり出すことができるので、4の括弧 AN プラス BN と、こうなります。で、こっから置き換えなくてもいいんですけど、慣れてる子なんかはね、ただ一応説明書を置き換えていきますが、ここを CN って置いてください。まあ、A と B 使ってるからね。だから、CN イコール AN プラス BN と置くと、ここが CN だったら当然これ CN プラス1です。全部1足せば CN プラス1イコール AN プラス1プラス BN プラス1ってなるからね。ここ CN プラス1になるから、イコール4倍の CN と。で、こうなる。で、置き換えたら初項も出しておきましょう。C1 はここ。A1 プラス B1 なので、これとこれ足すと4になります。どうなるって書いておこうか。ってことは、CN は初項4。で、項比4の等比数列になってるので、CN イコール初項4。で、項比の N-1 乗。つまり、くっつけて4の N 乗になります。で、実はこれでも終了なんです。なぜかっていうと、今これ出したいんでしょ？ AN プラス BN。CN って AN プラス BN だからね。だから、まあ、つまり、AN プラス BN っていうのは4の N 乗でしたよと。これで終了となります。で、今度じゃあこれ出したいんですけど、これはこれ引くこれをしてください。これ引くこれです。で、引くとね、両辺引くと、まずこっちはこれからこれを引くので、プラス1マイナス BN プラス1になります。で、こっちちょっとまだ暗算でごめんね。こっちからこっち引いてるんで、AN は 2AN になります。これからこれ引いてるから。で、B はこれからこれ引いてるんで、マイナス 2BN になります。噛んでる。マイナス 2BN になると。で、2をくくり出すことができるので、2括弧 AN マイナス BN とちゃんとこうなるんだよね。そう。で、なるから、この部分を、まあ、DN ってあんま使わない気もするけどね。一応 DN で置きましょう。DN イコール、AN マイナス BN。と、置くと、これが DN なんで、ここ DN プラス1になります。だから、プラス1イコール2倍の DN。で、置き換えたんで、初項。D1 は A1 マイナス B1。つまり、3-1 なんで2になる。と、こうなります。で、初項2、項比2の等比数列なんで、
dn イコール初項かける r の n マイナス1乗、つまり2の n 乗となる。で、上と同じように dn がもろに an マイナス bn なんだよね。これ出したかったらそのままなってると。だから、よって an マイナス bn イコール2の n 乗と。これで終了となります。いいかな。で、まあ、単純に足す引くだけで出ない時もあるんですけど、まあ、ポイントとしては、ここ、例えばこっちね、an-bn って出したいんで、左辺が an+1-bn+1 になってないと置き換えられないんだよね。で、もしだよ、ここが、じゃあ行こうか。an-2bn 出しなさいみたいな。まあ、こんな感じで振られた時は、結局、左辺には、an プラス1マイナス 2bn プラス1が欲しいの。これと合わせなきゃいけないから。だったら、これ引く2倍のこれをすればいい。基本的に。そうすれば左辺が合うから、an プラス1マイナス2倍の bn プラス1になるからね。なので、ここの形を見て、まあそういう風に引けば出てくるかなと。っていう形でやると、割かし解けるので、それで。まあ、そんな感じでね、こう、なんだろう、予想をつけてやってもらえたらと思います。で、これね、こっちが出ると超楽勝です、2番に関しては。で、どうやるかっていうと、結局今 AN と BN を出したいのね、この2番。今、これとこれ出したじゃん、式。これ、両辺、プラスしたら BN 消えるよね。プラス BN とマイナス BN で。だから、両辺足します。で、足すと、左辺が、一応はあるから、いやでもいいね足すと左辺が 2AN になります。こことここで 2AN ね。で、ここも足すと、まあ、純粋にねくっつけるとか考えなくていいので、まあこうなると、4の N 乗足す2の N 乗で両辺2で割ります。で、割るから、まあまとめ方いろいろあるかもしんないんですけど、後ろ、あ、いや、こっちやるか。これ4の N 乗じゃないですか。4の N 乗って、1個4を取り出したら、こうなりますよね。N 乗のとこから4を1個出してしまったんで、L-1 乗みたいな。で、2で割るから、ここの4の部分を2で割る感じ。こういう感じ。ここを2で割るとね。で、後ろは単純に2を1個割られてるので、減って2の N-1 乗と。AN はこれで終了となります。で、最後、あれだね。合ってるかどうかちょっと確認してみようかね。で、BN なんですけど、BN はこの2つの式から AN を消したいと。じゃあどうするって。上から、まあどっちからでもいいけど、上から下を引けば、AN 消えるから、引き算で。って考えれば、引くので、ここがまず 2BN になります。で、これ引く、これ下から、4の N 乗マイナス2の N 乗。で、2で割ると、まあ、これも同じだね、上とね。ここが2の、2が 2×4 の n マイナス1乗。マイナス2が1個減って、これで終了となります。だからこっちができてれば大丈夫、こっちは。ね、ミスはそんなに少ないと。ここが大事だね、出せるかどうかがね。で、一応確かめをやってみよっか。まあ、A1、ここにか。まあ、A1 一応言ってみるか。A1 は、1を入れるんで、0乗は全部1だからね。2足す1だから3なってるね。で、こっちも0乗を考えて1だから、2引く1なんで、B1 が1になってる。で、もし、テストの時とかね、数列とか全解式とか確かめがしやすいから、やっぱりうっかりミスは減らしたいわけだ。できれば。で、減らすポイントとしては、やっぱり数字を入れて当てはまるかどうかが大事で、例えばじゃあ A2 行ってみようか。で、 A2 を出したいんだけど、例えば N2 入れるじゃないですか。そうすると A2 イコール2なんで1乗になるからね。2が8プラス2だから10になる。じゃあ本当に10になるか確認してえなと思ったら、ここだよね。ここ N に1を入れると A2 になる。で、いいか、こっち行こう。ここね、A2 で1を入れてるから、ここは 3A1 プラス B1 になります。ここに1入れただけ、111な。で、 3A1A13 だから、サザンが9プラス1でちゃんと10になってるから、あ、まあ大丈夫やろうと。
で、もしこっちも不安だったら、また2を入れるので、B2 イコール、シニが8、マイナス2やから6ですね。で、今度はこっちです。N に1を入れると、B2 イコール、A1 プラス 3B1 です。A1 は3、B1 は1やから、3たす3で6で、あ、OK、OK、みたいな。こういうことがね、まあ、テストの時時間が余ればですけど、もしね、不安な問題とかは、なんだ、優先順位ちょっと高めにしてね、こういう確認をしてみると、まあ、うっかりミスも減るし、自動的にね、得点もそうやって上がっていくのかなと思いますので、まあ、もしよかったらね、その辺も参考にしてみてください。では、今回は、高校数学、数 B の全科式丸8をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、忘れましたね。焦点は合わせてない。ちょっとぼやけしたらごめん、途中ね。最後だけになっちゃいましたが。で、最初にもね、話をしたんですが、全科式これで終了です。本当にね、見ていただいた方ありがとうございました。ここまでお付き合いいただいてね。で、次回からは、数学的機能法です。まあもう学校で履修済みの方はね、すごく嫌いな子が多いとこではあるんですが、で、途中式がめちゃくちゃ多いとこなので、おそらく一つの動画で一問ずつやっていく感じになります。で、まあちょっとね、内容が薄くなっちゃうとこもあるかもしれないんですが、次回から機能法やっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。